皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の英文法 There is, there are、 これですね。この練習問題を今回はやっていきます。この There is, there are というのは何々がありますとかいますという意味を表す表現でしたね。では問題を見ていきましょう。四角1、日本文の意味に合うように英文を完成しましょう。こういう問題です。括弧1、壁に時計がかけてあります。この日本語に合うように英文を作ります。まず棒線が2つあって、その後ろに a clock とありますね。時計は単数1個あるということなので、前の部分はThere is a clock. で、壁にかけてある。壁にくっついているという意味なので、on を使って、on the wall. There is a clock on the wall. これで英文が完成しました。この位置を表すときの on というのは、何かにぴったりくっついているという意味。こういう時に使います。括弧2です。テーブルの下にカバンがありました。こういう意味の英文を作ります。見ていくと、カバンは一つですから、もしありますだったら、There is a bag となりますけれど、ここではありましたと過去形になっていますから、There is の is を過去形の was に変えます。There was a bag. で、テーブルの下ですから、下というのは under を使いましたね。Under the table. There was a bag under the table. There was a bag under the table. これでテーブルの下にカバンがありましたという英文になりました。カッコ3、図書館にたくさんの生徒がいます。たくさんの生徒ですから、いるのは複数形の名詞が来てますね。 Many students 複数形になっていますから、前の部分は There are many students。 図書館にというのは図書館の中にいるので、 In the library There are many students in the library。このようになります。では四角の2です。次の文を、括弧1は疑問文。これ質問の文章ですね。疑問文に、括弧2は否定文に何々じゃないという意味の文でしたね。これにしましょうという問題です。括弧1、There is a ball in the box. There is a ball in the box.、ね、箱の中にボールが1個あります。という意味ですね。この疑問文を作るとき、There is の is を There の前に置けばよかったんですね。ですから、この文章を疑問文にすると、is が There の前に出て、Is there a ball in the box?ですね。There are ball in the box. There are ball in the box. こうなりました。Yes で答えるときには、Yes, there is. No のときには、No, there isn't. こうなりました。この there isn't は、there is not.でも構いませんね。では、括弧の2番です。これは否定文にしますね。There were some girls in the park. There were some girls in the park.、ね、公園に何人かの女の子が、はですから、いましたという過去の文章ですね。これ、否定文にするときには、
be 動詞の後ろに not を入れました。これももちろんそうやって作ります。ですから否定文になると there were not、 もちろん短くして there weren't でも構いません。で、気をつけなくてはいけないのは否定文になったのでこの some any に変わるということです。で、some が any に変わって there were not any girls in the park。こうなります。There were not any girls in the park、ね。Not any というのは全くいないということになるので、公園には一人も女の子がいませんでしたという英文になりましたね。今回は There is, there are の練習問題解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。